統合データベースセンターの高木です。今日は講習会ということなんですけれども、最初に私がこの統合データベースプロジェクトという話をします。で、なんで、こんなものを先に話をするのか、もっと早めにデータベースの使い方を教えろという人がいるかもしれないんですけども、その理由を話そうと思ってます。今日講習会という名前になってますけども、講習会っていうと、こちらからデータベースはこんなふうに使いますよ、こういうデータベースがありますよという話なんですけども、今日は、そういうことももちろんありますけれども、そうではなくて、もう少しその双方向の、今流行りの言葉で双方向のコミュニケーションをしたいと思ってます。それはいくつか理由があるんですけども、一つは我々が今日ご紹介するデータベースっていうのはまだ開発途中で、皆さんこんなもんかと思われてしまうかもしれないということがあります。それから、今言ったように開発中なので、皆さんの意見をぜひ取り入れて、こういうデータベースを作った方がいいとか、こういうツールがあった方がいいとか、あるいはここは使いにくいので、こうしてほしいとかですね、ぜひそういう意見を聞いていきたいという気持ちもあります。でもっと言えば、今はあんまり大したことないかもしれないけど、将来このセンター、このプロジェクトが良くなるんじゃないかと、応援団になってやろうという人を獲得するのが目的でもありまして、そういうことで、私が最初にこのプロジェクトの趣旨をお話しようと。で、周りにこういっぱい関係者が怖そうな、なんかちょっといかめしいのがいますけども、これは別にあんまり気にしないでくださいというか、双方向のコミュニケーションを図りたいので、いるということで気にしないでください。さて、それで私10分ほど手短に話しますけども、あんまり面白くないので、皆さんよく知ってることですけども、なぜこのプロジェクトが始まったかという話を少しします。で、ここに書いてあることをいちいち読み上げませんけれども、データベースの問題っていうのはいろいろあると。で、簡単に使えるようになっていれば、皆さん多分講習会を受けなくても済むだろうと思うのに、こういう講習会を受けないといけないってことは、やっぱりなんかいろいろ問題があるだろうと思います。ここにいくつかありますね、4つぐらい書いてます。そういうような問題がいろいろ出てきて、困ったなということで、このプロジェクトが始まりました。で、もう少し言うと、従来のその生物学、あるいはバイオ産業っていうのは、何かある仮説を立てて、それをうまい実験をして検証していくということだったと思うんですけども、最近ご存知のように大量にまずデータを取って、その中から自分の欲しいデータを使って何か解析していくというふうに、データベースドリブンというか、データドリブンの研究が、だいぶその盛んになってきたので、こういう問題がより顕著になってきたんだろうと思います。それで、こういうようないくつかの問題を解消したいということを、進めてきたわけです。で、こういうような問題の認識っていうのも 2,3 年前から特に強くなりまして、いくつかのその国での取り組みがあります。一つはこの右上の方に、書いてありますけれども、内閣府連携政策群でちょっと難しいんですけども、そういうところでそのいろんなライフサイエンスに関わる4つぐらいの省庁が、いろんなプロジェクトが重複してないかとか、あるいは何か欠けてないかというようなことを、調べるのが連携政策群というんですけども、その中でちょっとこれ省略して書いてますけども、ライフサイエンスのデータベースの統合に関するということが、重要な課題であるということで、調査が平成17年から始まった。で、この話は少し後で大久保先生ここにいらっしゃいますが、少し触れられるというふうに思います。で、主に後でその調査結果、どういうことが分かったかという話もあると思います。で、これが内閣府でいくつかの試みがある。それ以外に経済産業省とか厚労省とか農水省とかありますけども、最もリードしているというか、一生懸命やってるのが今のところ文科省でして、で、文科省は18年の5月、今から2年ほど前に報告書を出して、データベースをちゃんと整備しなさいということを言ったわけです。で、それを踏まえて、予算がつきまして、平成18年度に少し少額のお金がついて、この3つのデータベースをどう作っていけばいいかとか、ポータルサイトを整備しましょうとか、あるいは統合するための技術を開発しましょうというのが18年度半年ぐらい行われまして、それを踏まえて19年から本格的にプロジェクトが始まった。で、統合データベースプロジェクトと呼んでいるのはこの19年から始まったプロジェクトで、ここに公募と書いてありますけど、公募が行われて、我々のチームが応募して通ったというわけです。で、これが文科省のプロジェクトで、もう一つこれはここにあるようにたった4年間のプロジェクトですので、この問題点を後で申し上げますけども、それとは別に、こういうものの母体となっていく、プロジェクトを推進する母体となっていくような、基盤となっていくようなセンターを作ろうということで、これも情報システム研究機構という、ちょっとパンフレットを皆さんにお渡ししたかと思いますけど、そんなものどこにあってどうなるかな、多分誰も知らないような組織だと思いますけども、そこに、昨年の4月に統合データベースセンターっていうのが、できたと。でこのセンターは非常にちっちゃくてですね、極端なこと言うと、私が1人1000人でいるだけのような、あとの人はみんな1000人じゃないっていうか、プロジェクトで、この1人だけのセンターのプロジェクトで、これを受注して、何人の先生方と一緒に、研究員の人と一緒にやってるというようなプロジェクトです。ですからこれとこれはプロジェクトとセンターというのは表裏一体なんですけれども、でホームページもよく見ていただくとプロジェクトのホームページとセンターのホームページ分かれてるんですが、あんまり気にしないでくださいというか、同じようなものだと考えてください。ただ形式上公にはちょっと違うものです。でこのプロジェクトといいましょうか、センターはどういう方針で臨むのかということなんです。これも私たちが勝手に書いてることですけども、文科省のプロジェクトなんだけど、なんとか国の中核の国全体のセンターになりたいというふうに考えます。で、分かりやすく、いろいろ誤解もありますけども、分かりやすく言うと日本版の NCBI みたいなものを目指そうということを考えます。ただこの NCBI も皆さんいろんなイメージがあるので、逆にこの比喩がちょっと誤解を招くかもしれないんですが、いわゆるそういう、象徴的な存在になりたいというふうに考えます。でただ真似はしないと書いてあって、同じことをしてもしょうがないし、しかも後から追いかけてもしょうがないんで、なんか真似をしないで独自のものをやる。ただじゃあこの真似をしないっていうのはどういうことかっていうことはまだ今いろいろ模索しているところもあります。でここに今 NCBI と書きましたけど、その上に実はその国立医学図書館 NLM っていうのがありますが、 NLM ではその文献のことは使ってます。それから米国にはいくつものゲノムセンターがある。でこの NCBI だけではなくて、この、我々はこういうことを目指したいんですけども、他に NLM とか、ゲノムセンターの機能も日本だと若干その弱いところもありますので、そういうところも機能を担っていかないといけないと考えます。でさまざまな立場、特に、利用者の意見を聞きながら、あるいはその他の省庁の人たちの意見も聞きながら進めていくということで、委員会を作ってやっています。で2点目は、このプロジェクトっていうと他にいろんなプロジェクト、ゲノムネットワークだとかタンパクいくつだとかありますけども、そういう研究プロジェクトは少し違いまして、我々は完全にサービス事業として位置づけて、でデータベースの統合化ということを考えてますけども、データベースという問題だけではなくて、生命科学、生命研究の効率化とか質の向上になんとか貢献したいと、そういう目的であれば、本当にデータベースの技術的な統合以外のことも、もし制度面で何か必要なことがあればそれも取り組んで、あとは言葉だけかもしれませんけど、網羅性とか利便性、持続性っていうのを追求して、だからここで一つ重要なのは、研究ではなくてサービス事業としてということを書いてますけど、自分では知識発見をしたりですね、特許を出したり論文を書くというようなことは基本的にしない。皆さんからデータいただいたりしますから、それを我々が、集めてパッとなんか、いい遺伝子を見つけて論文書いちゃったっていうようなことになると、皆さん誰もデータは出してくれませんので、そういう、自分では研究をして、もちろんいいデータベースを作るための研究はするんですけども、そういう意味での通常の、ライフサイエンスの研究という観点では、基本的にはやらない。ですから、あくまでも縁の下の力持ちを目指すということです。であとは細かい話になっていきますので、今言ったことの繰り返しでもありますが、少しだけご紹介しますと、技術面だけではなくて、制度面ということにも取り組むと。だからデータの権利関係とかですね、そういうものが起こってくるのであれば、そういうことにも取り組まないといけませんし、医療情報ですと個人情報の取り扱いなどに関してもいろいろ検討して我々意見を言っていかないと。統合センターとか統合プロジェクトと呼んでますけども、統合ってことは手段であって目的ではないということですね。ここに書いてあるいくつかの、どういう統合が望ましい、どういうデータベースが望ましいかっていうのは多分皆さんそれぞれ違うと思いますので、もちろん全てのユーザーに答えるということは不可能かもしれませんけども、できるだけ、そういう、一つのデータベースとか一つの統合化っていうんだけど、皆さんが使いやすいものを目指すということです。それから、これも先ほど言ったところですけども、生命研究の効率化ということを目指す。でここで重要なのは、これ後で大久保先生から詳しく話言いますけども、単に何かあるキーワードを入れたら検索結果が返ってくるという意味での公開ではなくて、共有化、丸ごとダウンロードして自分がそのデータの間のいろんな、知られてない潜在的な関係を調べ尽くせるように、共有化を図るということを考えています。でいわゆるデータマイニングを考えるということです。あとは、研究開発に関わるデータということであれば、いわゆる実験データだけじゃなくて文献もありますし、あとはできますけども、その論文だけじゃなくて解説記事、それから図表特許等も、ターゲットにしていくと、むしろそちらをターゲットにして、取り組んでいくということです。あんまり長くなってもあれなんですけど、もう少しだけでデータベースの整理統合っていうと、皆さんなんとなくどっかにあるデータがもうすでにあって、それをなんかうまく整理してくっつければいいと、いわゆる情報技術の問題だというふうに捉えられるかもしれませんけども、実は、そういう問題だけではないことがいっぱいやりだすとあるということが分かってきました。一つは非常に重要な情報なんだけど、紙の形でしかない、本当はもともとは必ずワープロ使って作られてると思うんですけども、紙でしかなくて検索できないとか、データベースが作られてるはずなんだけど全然更新されてないとか、どこにあるか分からないということもあります。でこの辺りはだからむしろそのなんていうか、データがあるという前提に立ってではなくて、そのデータそのものを集めてくるということですね。で次に今度はカタログ化したり、それの意味付けをしたり、いろんなことをして検索、自由な検索が簡単にできるようにするとかですね。あとその下の方に行くともう少し高度なことですけども、解析ツールを簡単に組み合わせるとか、いろんなデータベースがまとめて検索できるとか、その結果が解釈しやすく要約してできるとか、こういうようなことが必要で、今どちらかというとこちらの方に重点を置いて、徐々にこの下の方に下がっていこうということでやってます。ですから統合化っていうと、最初からなんかこの下の方をイメージされると、まだそこはあんまりできてないじゃないかというふうに思われるかもしれませんけど、実はここのところがいろいろ問題あって、ここから下に今向かってるというところです。で、後から詳しく話がありますけども、ここに書いたようなことで、それぞれについてここに青で書いたような、技術開発、あるいは辞書作り、あるいはその検索機能の提供というようなことを進めています。これはこの後ご紹介いたします、詳しくは。それから、データベースの検索もですね、今日話があると思いますけども、データベースのポータルみたいなものは今進めてますし、それから横断検索というものも進めてますけども、これは今日は詳しくお話しませんが、インデックスを集めてきて、そのインデックスを検索できるようにするっていうのをやってる、いわゆる Google ライズなんてやってるんですけど、これ今この辺りまでやってるんですけど、この下の方も当然ターゲットになっておりまして、いろんなデータベースを我々のところに持ってきて、先ほど言ったダウンロード可能にするであるとか、それをまとめて整理して検索した結果を単にバラバラに出すんではなくて、もう少し結果をまとめて出すとかですね、そういうようなこともこれから目指していきたいというふうに考えています。からもう一つだけお話ししておきますと、今日の話はですね、我々のセンターの、ライフサイエンス、統合データベースセンターでやってるアクティビティ、事業の話がメインですけれども、実は、このプロジェクトにはですね、こういう非常に多くの、研究機関というか研究者の方々が関わっています。でそれらは、ここにあっていくつかそういうどういう問題意識に取り組んでいるかということが、書いてありますけれども、で今日は上総 DNA の方にもお話しいただきますけれども、それ以外にもこういういろんなアクティビティがあるということ、それから、この周りにも少しありますけれども、分担機関ということで、医療情報とか臨床情報とかいうような医薬品情報とかですね、あるいはタンパク質の立体構造であるとか、調査であるとかですね、そういうようなものもプロジェクトとして連携しています。まだあんまり強い連携にはなってませんが、ホームページを見ていただければ、今これらがどういう活動をしているのか、それが将来どういう方向に向かうのか、少しご理解いただけるんじゃないかというふうに思います。ですから今日はこの話がメインですけども、こちらの方にもぜひ、見ていただいてご意見をいただければというふうに思います。で、我が国にはデータベース200から300ぐらいのオーダーあるんですけども、計画だけをざっとお話ししますと、その、今この辺りにいるわけですけども、大体、データベース、我が国にあるものは全部、所在情報、利用情報が分かるようにする。それから、横断検索といういろんなデータベースを串刺しで検索できるようなものは、まあ、今年中にほぼワンコインのデータベースはカバーする。あと、まあ、今ここの辺りですけども、この以外にもいろんなデータベースを受け入れてダウンロード可能にするとか、それを横断検索可能にするとか、より高度な検索をこれから目指していく。将来的にはそれで、まあ、今まだ文科省のデータがある意味では中心ではありますけれども、4省庁のデータベースの統合化を図っていくことです。で、最後に、プロジェクトの課題、これ皆さんにお話ししても、どうかなと思うんですけども、少し最初に言った趣旨からですね、一つはですね、このプロジェクトは、23年3月に終了しました。さっき最初にお話したように、このプロジェクトっていうこととセンターっていう2つの、裏表になってる、両輪になってるという話をしました。センターは細々とあるんですけども、このプロジェクトの大部分を占めてる予算とかいろんなものの体制の大部分を占めてるプロジェクトっていうのが23年3月、今からもう今20年ですから3年間ないんですね。2年、8ヶ月ぐらいですかで終わってしまう、それで我々はそれが続けばいいなと思ってるんですけど、皆さん続かなくていいと思われたらちょっと困るんですが、ぜひ続いてほしいなと皆さんも思ってほしいという。でもしそう思わなかったら、どうあったら続いたらどうなれば続いてもいいかなと思うということを聞かせてほしい。2点目は、これは大久保先生のところでこの後話が出てきますけども、今残念ながらデータを出した人、プロジェクトを請け負って、なんとかなんとかプロジェクトを請け負って何十億とか100億とかいうオーダーのお金で、実際のシークエンスをしたりとかですね、タンパクの構造を決めたりというようなデータを出している方が何人かいらっしゃって、国でも何百億何千億のお金を使ってプロジェクトが進んでますけども、これはまだ、細かい議論は省略しますけども、基本的に今の、ルールではデータはそのデータを出した人の持ち物のようになっている。でそれが、なかなかこのデータベースの問題、あるいはライフサイエンスの効率化の問題に、大きな障害になっている。でこれをどうやって、ユーザー側に、これ税金で行われたものですから、取り戻すっていう言い方はちょっと変ですけども、それを共有化するかというようなことが、一つ大きな課題です。でこれもなんか皆さんからぜひそういう声を、上げていただければ、そうすると我々がもう少し活動しやすくなると。で3点目は、これも皆さんに言ってもしょうがないことなんですけども、ちょっといろいろ足りないことがある。そうするとですね、お金で解決できないので知恵を出さないといけない。で知恵は、我々のセンターはですね、そんないっぱい人もいませんので、ぜひ皆さんの知恵を借りたいと、あるいはこういうことをしたらどうかというようなこと、あるいはこういう計算機を使ったらどうかということも含めてですね、まあここに H と書いてますけども、まあ、集めたいとか、そういうことでも、単に今日はさっき最初に申し上げたように、講習受けて帰るというだけではなくて、ぜひ、まあ、応援団というかサポーターになっていただいて、あるいはこのプロジェクトにボランティアの何らかの形で参加していただければというふうに思います。ぜひで今日は最後に懇親会みたいなものも用意してますので、時間があればぜひその場でぜひ知恵をくださいと、よろしくお願いします。